視聴者のリアクションとか見たらもう一回やりたいなって、僕がスペインの時に勇気をもらった情報のように、なんかこう人生が良くなるきっかけを、そんなメディアを作りたいな、今から非常に楽しみというか、鈴木大輔という、人間をこういう部分もあるんだみたいなのを出していければいいかなとは思ってます。ヒストリア始めたのはいつ？ヒストリア始めたのは浦和来る時だから1年半前か。1年半前。うん、約1年半前。あの、視聴者の皆さんに感謝の気持ちとっていうことを伝えたら、そこで初めて楽しみにしましたとか残念ですみたいなコメントが結構もらって、うん、なんか今までもうそういうねコメントはちょこちょこもらってたんだけど、改めてなんかもう本当自分のメディアじゃなくてみんな楽しみにしてくれるメディアになってたんだなっていうのを、うん、あそこで結構痛感して、レスポンスが結構早くて残念ですってもらって嬉しかったし、うん、楽しみにしてくれる人こんなにいっぱいいたんだって思ったし、うん、なんか自分がやってきたことがすごい良かったなって思えた、なんか瞬間だったような気はするね。なくなってほしくないからって言って協力してくれる人がいてくれて、でまたこうやって始めることができることは、まあ自分の中ですごく嬉しいし、一回消えてしまって寂しかったけど、自分の中でもやっぱりみんなの、あの視聴者のリアクションとか見たらもう一回やりたいなって、あの素直に思ってるから、今から非常に楽しみというか、まあ、ワクワクしてるんだけど、まあ思いのところで言うと、ヒストリア最初に始めた時はスポーツとか通じて自分が結構救われたとこがあって、トップアスリートの言葉とかが結構勇気くれたりとか、あと単純に自分の友達のアスリート仲間とかと話してる時に、競技の垣根を越えた本質の部分で何にでも通じるような格言みたいなのを結構もらって、なんかそこでお互いモチベーション高め合いながら、あの自分の競技に生かしたりみたいなところがあって、これってなんか一般の人にも通じるんじゃないかなって、なんかいろんな人に伝えたいなって思ったし、自分が考えてることだけじゃなくて、いつもトップアスリートの人たちと話してる考え方っていうのをみんなに知ってほしいから、それでメディアを始めたんだけど、まあ、そこは今回新しく始めるっていうところでも全く思いは変わってなくて、そういったスポーツとかアスリートの考え方とかを通じてなんかこう人生が良くなるきっかけを、そんな情報というか、そんななんかメディアを作りたいな。最初にやろうって何がきっかけだったの？きっかけはスペインで2シーズン半、今約3年いたんだけど、その時に結構 SNS とか空き時間暇な時に携帯をよく見てて、いろんなチームのいろんな選手の情報を見たりとかして、勝手にこう不安になってた時期とかが、焦りとか不安とかを抱えてた時期があって、なんか例えば自分がサッカーうまくいってない時とか、試合に出てなかったりとか、プレーがうまくいかない時に、わこの選手すごい活躍してんなとかっていうのを自分で勝手に見て、勝手にあやばいちょっともっとやんなきゃみたいな不安を抱えてた時期があって、もったいないなと思ったの。それって勝手に自分で見て自分で不安になってるだけだから、もっと自分と向き合いたいし、まあ、そういう時間があるんだったらもっとポジティブな情報を選びたいなみたいって思ってた時期があって、まあ、だったら、まあ、じゃあ YouTube 見るにしても自分が学べるとか、これ見て明日も頑張ろうって思えるような動画を見ようと思った。で見てったら、そのトップアスリートの考え方とかそういうのを見るとやっぱすごい勇気もらえたし、自分が今まで何気なく見てた、あの自らを不安にさせる情報みたいな、そういうのををチョイスするんじゃなくて、勇気もらえるやつをこう空いてる時にちゃんと見るようにしようとか、勉強できるやつを、自分が参考になるやつを見るようにしようって思って、でやるとすごいなんか楽しくプレーできてたし、体も心も軽くなったような感じになって、それの感覚がすごい良くて、その経験があるから、だったら自分もアスリートの仲間とかを通じてそういう発信をできるんじゃないかなと。僕がスペインの時に勇気をもらった情報のように、僕もそういうことを発信できるんじゃないかな。でそういうことを作っていくことによって自分自身も成長できると思うし、で見てくれた人も何かを感じ取ってくれると思うし、それだったらもう本当ハッピーだなと思って、でやろうと思ったのがきっかけで、なんかやっぱり今年いろんな変化があって、あのいろんなね、それこそ学生も大変な思いしてるし、自分たちもリーグが止まったりとか、あのいろんな難しい状況の中で、それぞれがあのそれぞれの場所でやんなきゃいけないっていうところで言うと、本当にトップアスリートだったりとか、まあそのスポーツ選手が自分たちが今まで培ってきたこう考え方みたいなのは、壁を乗り越えるみたいな経験は
あの人一倍してるのがアスリートだと思うから、いろんなことを届けられると思うし、まあ、こうやって今2020年で大変な中で新しいことやるっていう意味では、僕もこれまで対談中心に考え方を届けてきたつもりなんだけど、僕自身新しいこと始めて、今こうやって大変な状況だからこそ、まあ、いろんな人たちに、スポーツ関係ないっていう人にも届けられるようにしていきたいなとは思ってる。ズバリどんな人に見てもらいたいか。いや、なんか本当あの新しいこと始めるチャンスだと思ってて、なんだろうな、結構、真面目というか、あの堅苦しいというか、まあ、対談ってやっぱりあの自分自身話聞きたい人に結構勉強するっていうつもりで聞きたいこと聞いてきて、とっつきにくかったかもしれないけど、まずこう自分の人間性みたいなところもこれからは伝えていけたらいいなと思うし、対談やっていろんな人の話聞いてってところも続けていきたいけど、自分自身のプレー以外の部分、その人間性みたいな部分も出していけたらいいかなって思ってて、本当いろんなことにトライしてみたいなと思うし、今本当にそういういいタイミングなのかなと思って、まあ、これまで本当にスポーツに興味ある人とか、あのサッカーに興味ある人とかっていう人を多く見てくれたと思うんだけど、子供たちとかスポーツしてる子供を持つ親御さんとか、そういう人たちにも親しんでもらえるようなことにもチャレンジしていきたいなと。ちょっと新しい切り口で、なんかあの人間性というか、鈴木大輔っていう人間をこういう部分もあるんだみたいなのを出していければいいかなとは思ってます。